日本花本協会です。このシリーズでは簡単なリズムモチーフを使ってどのようにフィルインをね作ることができるかやってみたいと思います。それでは今日のモチーフいってみよう。はい、お疲れ様でした。この動画はシリーズ化していくので、今後もねぜひご覧ください。このね動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録もお願いいたします。